見つけた。帰りましょう。大丈夫。私が返してあげる。ロンドン橋落ちる落ちる落ちるロンドン橋落ちる My fair ladyラストストランディングが始まった。アメリ。遅すぎたわ。ずっと待っていたのに。君は？あなたにはまだ私が誰だかわからないの？誰なんだ？よく来てくれたわね。お願いを頼む。ありがとうさま。あなたをビーチで待っている。ずっと待っていたわ、このビーチで。あなたが私を、絶滅を止めに来るの。ブリジットなのか。そう、私はブリジットよ。アメリは私の子供サム、いえサマンサ・アメリカ・ストランドはそもそも存在しないの。アメリは存在しない。あなたの世界にはね。ごめんなさいサム、私はずっと仮面をかぶっていた。アメリ、ブリジットもどちらも私自身なの。どういうことなんだ。いい、もう時間がないの。これから私の秘密を話す。黙って聞いてくれる？サム、分かった。私はアメリでもブリジットでもない。あなたたちが言う絶滅体なの。さあサム、選択は2つ、選んでくれる？俺を殺すのか。そうね、ここで撃たれれば機関車のあなたでもあの世に行ける。でもそれは選択の一つじゃない。私は以前にあなたを一度殺しているから。ラストストランディングは始まっている。北米大陸に生きる全ての人々のビーチは私のビーチと結び目を作った。もうすぐ大量の反物質がここを経由して全ての結び目にあふれ出す。そうなればこの世は一気に消滅する。ビッグバンのように。それは誰にも止められない。いい？あなたができる一つ目の選択、それは人類の絶滅を私とここで見守ること。絶滅を見送れと？ええ、二人で最後のひとときを過ごす。悪くはないでしょう。世界はいつかは滅ぶのよ。じゃあ2つ目の選択はどう？あなたが大陸を結んでくれたおかげで人それぞれに紐づいた個別のビーチは全て一つにつながった。このキープのようにね。そこにあの世とのゲートを開けた私のビーチをつなげることでラストストランディングは起こる。あの世とのゲートはすでに開かれた。でも私のビーチをあなたたちの世界から切り離すことができればラストストランディングは食い止められる。今すぐ絶滅することは回避できる。ラストストランディングは止まる？いいえ、このラストストランディングは止められない。始まってしまったから。だからここを閉じるしかないの。君を切り離せばデス・ストランディングも止められる。デス・ストランディングは止められない。第六の絶滅はいつかはやがて起きることなの。あなたたちは速やかな絶滅を何もせずに見届けるか、緩やかな絶滅とつながったまま残りの寿命を消耗するか。他に選択はできない。覚えている？それは悪い夢をいい夢に変えてくれるおまじない。あなたは世界をつないできた。だからあなたに委ねるの。絶滅無とのつながりをどうするのか、今回の絶滅とのつながりをどうするか。サム・ストランド、さあ選んで。待ってくれ。どうすればいい？あなたがつないできた。だからあなたが決めるしかない。サム・ストランド、さあ選んで。待ってくれ。どうすればいい？あなたがつないできた。だからあなたが決めるしかない。何があっても君から教わったことだ。はい。ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。大人になったらそれで世界をつなぎ直して、そしてその時になったら私を止めに来てね。私を止められるのはあなただけ。約束よ、覚えておいて。サム、あなたをビーチで待っている。思い出した。アメリ、君は初めから分かっていたわけじゃない。いくつもの夢を見たけど、未来はどれなのか分からなかった。あなたたちドゥームスが見た絶滅夢もそう。どれが現実になるかは分からない。その点と点を結んで未来を形作っていくことが時間の流れというもの。でも私には時間の流れがない。私は線ではなく永遠に流れない点でしかないの。だから選択肢を夢に見て、それらをあなたたちに託すことしかできなかった。それが絶滅の。あなたがその点と点をつないで線にしてくれたの。生きること、それは点をつないで時間の流れを示すこと。ありがとう、サム。銃なんてここでは必要ないけど、他の使い道があるはず。あなたは銃ではなく絆で世界をつなぎ止めた。それが希望であるなら、ビーチと共に私はここに残る。私は喜んでこのビーチを閉じるわ。ビーチを閉じる。やめろ。始まってしまったラストストランディングは誰にも止められない。だから私のビーチをあなたたちの世界から切り離す。君はどうなるんだ、サム。私はビーチそのもの。私はここでずっと絶滅を見送ることになる。何万年、何十万年続くかはわからないけど。一人で絶滅隊の役目よ。でも世界の絶滅を一人で見届けるなんて、私には耐えることができなかった。絶滅がいずれ起こるのなら、それを早めても誰にも責められはしない。それでラストストランディングを。そんなの悲しすぎる。でもあなたたちはつなぐことを選んだ。たとえ絶滅という黒工事が待っていても。だけど覚えておいて、絶滅目前のあがき、それこそがこれまでのビッグファイブに起こった生命の進化だったの。絶滅は消滅ではない。それは希望だったの。私という存在はそれを見届けるための人柱なのよ。だからあなたとはつながったまま、私はここを閉じる。ありがとう、サム。銃なんてここでは必要ない。けど他の使い道があるはず。いい、もう時間がないの。これから私の秘密を話す。サム、小さい頃怖い夢を見るっていつも泣いていたわよね。あの夢はね、あなたの夢ではなくて私の夢なの。物心ついた時からビーチの夢を見るようになった。寝ている時だけじゃない、起きている時も。そこで世界の終わりを目撃した。そう、何度も。地球に生まれた命を何度も襲った絶滅の瞬間。過去にいくつも起きていた。最初はそれが何を意味するかもわからなかった。それだけじゃない、他にも夢を見たの。これから起こるかもしれない、まだ起こっていない未来の絶滅も。ええ、そうよ。まさに私が世界を終わらせるためにラストストランディングを起こすこの日の夢。私は20歳だった。気がつくと私はこのビーチにいた。だけど意識が戻ると私はまた病院に戻っていた。私は2つの世界に同時にいた。ブリジットの母の私、ブリジットから分離した母の私。この世とあの世同時に存在するようになった。やがて肉体を持つ私とビーチにいる時間の流れのない私は明らかに年が離れていった。それで表向きにハメリは私の娘だということにしていたの。生まれつき病気で表に出られない父親のいない子。見て、アメリ。アメリ、フランス語で魂。魂と嘘。アメリは嘘だけどビーチは本当にあった。最初はこの境遇を悲観した。でもそのうちこの力を役に立てられるのではと、ビーチとは何なのかを突き止めようとした。そうすればあの絶滅無がどんな意味を持っているのかが分かると思った。全てのビーチは死者の国へとつながっている。つまりその先にはかつて絶滅した生物たちのあらゆる記憶も、それを含めた宇宙の全ての痕跡もある。そこをたどれば46億年の地球の歴史や宇宙が生まれた起源にさえも遡ることができる。そうやってビーチから宇宙の記憶を探り出そうとしたのがカイラル通信の始まりだったの。カイラル通信はビーチを経由することで時間を超越する。膨大な時間が必要な計算や演算処理、シミュレーション、失われた地球の、宇宙のこれまでの全記憶が再構築できる。だけど研究が始まって間もなく、この大陸で最初のボイドアウトが。私が見ていた悪夢はとうとう現実になろうとしていたの。だから一日も早くカイラル通信をつなげる必要があった。ビーチとこの世をつなぐ架け橋となるカイラル通信がつながれば、バラバラに断片化していた失われた過去を一つにつなぎ合わせられる。そのために死の世界とつながった子供 BB の研究を始めた。絶滅体はどうして現れることになったのか、過去5回の大量絶滅は何だったのか、それが分かれば今回の絶滅を止められるはず。そのために私はブリッジズを組織してカイラル通信でこの大陸をつなぐことを決意した。でも絶滅に抗うほど私の病状はひどくなっていった。私の母はがんに侵されていた。絶滅体としての私も絶滅に抗う行為がビーチの怒りに触れたのかも。私は歯を持たない体になった。だから私にはつなぐことはできない。だからあなたに頼んだの。聞いて、あなたがつないでくれたおかげで宇宙が生まれてから今までの全ての記憶が修復され、この宇宙の成り立ちまでもが分かってきた。それで分かったの。昔爆発があった。そう、この宇宙は爆発で生まれた。だけどそれは不完全だったの。本当はそれで物質と反物質がぶつかって全てが無になるはずだった。なのになぜか宇宙にはほんの少しだけ物質が余った。それが私たちが生きるこの世界が生まれた理由。消滅するはずの危ういアンバランスな世界。形があるものはいつか必ず壊れる。だから生命にも必ず死が訪れる。これは宇宙がずっとこの世界を消し去って無に帰ろうとしているからなの。これまでのビッグファイブも本当の目的はこの世界の消滅だった。けれどなぜかそれはいつも回避されてきたの。宇宙の摂理は幾度も達成されなかった。いいさ、種の絶滅が起きてきたおかげで全ての消滅は阻止されてきたのよ。それは生命が生き続けることを、存在することを望んだから。だからビッグファイブは種のリセットではなく命の継続だったの。古い種の絶滅は新しい種を進化させる。それが物質世界の消滅を防いでいた。そうやって生命はずっと消滅という本当の終わりに抵抗してきたの。絶滅こそが希望だったの。トリガーを2度引いた。私は必死であなたを連れ戻しに行った。あなたがいるビーチを探し、あなたを探した。サム、見つけた。帰りましょう。あの時私はあなたと死者のつながりをカットしたつもりだった。大丈夫。私が返してあげる。でも私は生と死のあるべきつながりのバランスを壊してしまったの。あなたを助けたかった。私は絶滅体、種を絶滅に導くために生まれた。あの時あなたも私の一部になったの。あなたは機関車となり、世界中に私の絶滅無を共有するドゥームスが生まれた。私があなたたちを巻き込んでしまった。ほどなくして死者の座礁が始まった。死者はこの世界にとどまり、私のビーチを経由して現れた BT が人を食らうことでボイドアウトが起こり、世界を絶滅へと導くドミノ倒しが始まったの。私の役割はビーチの人柱となって、ここでその絶滅を見届けること、あるいはラストストランディングを起こして緩やかな絶滅を早めること。それが私に許された選択だから、早めることにした。ラストストランディングを起こすには絶滅体の一部、あなたが必要だった。私はここで絶滅の最後の瞬間をあなたと見届けることができる。でもあなたが加わって選択肢が増えた。私を切り離す。私自身にはその選択はできないけど、絶滅無にはあなたが選択するもう一つの未来が見えたの。消滅とは違う希望、絶滅という希望が。銃なんてここでは必要ない。けど他の使い道があるはず。聞いて、クリフを呼んだのは私。あなたに伝えたかったことがあるから。あなたは捨てられたわけじゃない。あなたは一人じゃない。わかるでしょう。さあ、生きるのよ。ほらサム、あなたはつながっている。これまで我々は自ら壁を作り、分裂し孤立して生きることを選んできました。しかし我々は今ここに新しい世界の在り方を手に入れることができたのです。カイラル通信がこの大陸を再びつなぎ直しました。そしてアメリカ都市連合が誕生したことを宣言します。かつて私は誓いました。アメリカ合衆国を守るために全てを捧げると。そして皆さんに再び誓いたいと思います。これから私は大統領としてこの UCA のために全てを捧げるということを改めて宣言します。さあ、これが皆さんと運命を共にする新しい私です。ここは以前のアメリカではありません。だからこのマスクを前大統領から引き継ぐ必要はないのです。役目は終わりました。私はこの UCA のために、そして全ての市民のために、死をも恐れない、真の死なない男、ダイハードマンとして生きることを誓います。デス・ストランディングはまだ終わっていません。我々はまだそれを克服したわけではありません。しかしカイラル通信によってつながった我々はただ孤立して絶滅を待つだけの弱者ではなくなったのです。この大陸に橋を架けることが実現できたのです。人類はいつか滅びるでしょう。それは宿命です。しかし生命を明日へつないで、今に喜びを見つけ生きていくことが希望なのではないでしょうか。それこそが今を生きる意味です。大統領ブリジット・ストランドと彼女の娘サマンサ・アメリカ・ストランドはその希望の再建に全てを捧げました。我々を再びつなぎ直すために。残念ながらこの日を最も待ち望んでいた彼女たち二人はもうこの世界には存在していません。しかしストランド大統領親子の記憶はカイラル通信と共に生き続けています。我々の心は彼女たちとつながっているのです。そして何よりこれを実現してくれたもう一人の英雄がいることを私は知っています。我々にはこれからも彼が必要です。しかし彼は一人ではありません。だから英雄の個人名はここでは伏せておきます。その名を口にする必要はないでしょう。そう、この世界をつないだのはまさにあなたたち誰かなのです。私もあなたたちもいつかは死ぬ。どうしたサム、誰かでは不服だったか。いや、俺の役目はもう終わった。聞いてくれ、まだ話していないことがある。おい、あんた治ったのか。そうかそうか。ところでどうやってあそこから帰ってこられたのか聞きたいか。例の人形を探したんだが手元にはない。それでこれを思い出したんだ。彼女の祭体。ああ、ブリジットの祭体を使えばアメリのビーチにつながる。ブリジットが祭体を託した理由はそれだったんだ。しかし繋がらなかった。彼女はビーチを切り離していた。もう消えてしまっていた。だからあんたは彼女とあの世に消えてしまったのか、別のビーチに飛ばされたのか、全く見当もつかなかった。ハートマンとママが手分けして考えつくありとあらゆるビーチを探し回った。こちらの時間で1ヶ月あんたは見つからなかった。俺はそこにどれくらいいたんだ？聞かない方がいいこともある。心配するな。あんたの細胞は老化してない。実はこいつがあんたの居場所を教えてくれたんだ。捜索を諦めかけた時、ダイ・ハードマンがこの存在を教えてくれた。それで彼女のビーチではなく、この銃をたどってあんたのビーチを探した。結局それが正解だった。すぐさまママがあっち側からビーチに幽閉されているあんたの存在を確認した。それをママがロックネンに伝令し、心停止したハートマンがビーチにいるあんたを見つけた。仕上げは俺とルーがフラジャイルにジャンプさせてもらってビーチまであんたを迎えに行ったと、そういうわけだ。もちろん複数の人間が同時に他人のビーチに長時間アクセスするのは難しい。だからブリジットの載体を使ったんだ。これには彼女の DNA が編み込まれている。これでみんなとの結び目を作ったというわけだ。ブリジットはこうなることが分かっていたんだよ。それにしてもだ、全てのきっかけを作った銃があんたをこのように引き戻したとは皮肉だな。アメリがこの銃をそう使えと。棒として作られた銃を縄の用途として使った。なるほど、そうだったのか。ずっとあんたを起こして抱きしめたいと思ってた。もう一つ内密に伝えたいことがある。クリフのことだ。BB の母親はリサ・ブリッジズ。クリフの内縁の妻だったそうだ。リサ・ブリッジズ。それとクリフを殺害した犯人はジョンという名の男だったと分かった。合衆国の元特殊部隊員。その能力を買われ、大統領の側近としてさまざまなウェットワークにも手を染めていた。記録の上ではクリフを殺害後に失踪し指名手配されたが、後に死亡している。だが彼は死なない男だった。ジョンは仮面で素顔を隠し別人として戻ってきた。カイラル通信が掘り起こしたこれらの修復データはママがアーカイブの奥に隠した。あんたにだけ閲覧権限を付与してあるからな。好きな時に見られる。気持ちのいいもんじゃない。何せ現大統領の過去を暴くものだ。彼を信じてはいない。だが俺たちにはまだやることがある。じゃあ後でな。サム、許してくれとは言わない。ただ話を聞いてほしい。クリフォード・アンガー、彼を殺したのは私だ。全てはアメリカのためだった。国への忠誠と思うか？いや違う。私は彼女を心から愛していた。そう、ブリジット。全ては彼女を守るためにやったことなんだ。言い訳はできないことくらいは分かってる。だがあの時のことだけはいつまでたっても消えることはなかった。たとえ仮面をかぶって過去を捨てても。待ってくれ、まだ終わってない。彼は、隊長は命の恩人だった。ダイ・ハードマンというコードネームの言われも、隊長が瀕死の私をいつも戦場から連れて帰ってくれたからなんだ。隊長は彼女と同じくらい大切な人だった。隊長の亡霊が現れた時、私は覚悟した。私は彼に殺されても仕方ない、これで楽になれると。だがそうじゃなかった。隊長は我が子を救えなかったことを悔やんで、それを償うために戻ってきた。ところが我々がこの国を再びつなごうとしていること、それを知って隊長は全てを思い出し、全てを許してくれた。本当は殺してほしかった。それで全てを帳消しにしてほしかったのに。おそらくそうだったんだ。あのビーチから私を戻してくれたのは、あれはまさに隊長だった。隊長は今回も私をダイ・ハードマンとしてつなぎ止めてくれた。いや、それは違う。大統領は死なない人間には務まらない。死への恐怖があるあんただからこそ、命を大切にする時代をまた始められる。邪魔者をそれで退ける時代は終わった。これからはつなぎ寄せるんだ。銃はもう必要ない。それが彼女からのメッセージだ。ありがとう、サム。サム、待ってたよ。ルー。まさかこの子はこの世界ではずっと死んでいるよ。廃棄処分が正式に決まった。ネクローシスする可能性がある以上、ここに置くリスクが高すぎる。サム、引き受けてくれないか。ポッドから取り出して経過を見る方法もあるが、それは大統領命令に反することになる。俺たちがいるここはもう一つの法治国家だ。俺にはこいつを焼くなんて。いや、大統領に逆らうなんて無理だ。すまない、サム。だから。分かった。焼却所に運ぶ。ああ、これは俺からの注意事項だ。 UCA オンラインを一時的にオフにした。この状態だとあんたが手動で拘束を外せる。そうなればあんたをもう追跡も干渉もできなくなる。どこに行こうとな。焼却場を使う際、また自動的に UCA オンラインがつながる。俺が言っている意味はわかるだろう。いや、わからないな。世話になった。天気はどうだ？そうね、傘はいらないみたい。父の夢をつないでいくことにしたの。でもね、今回はテロリストと組んだりしない。UCA 公認の最初の民間配達業者とだから安心していいわ。業務拡大だな。おめでとう。ありがとう。ごめんなさい、黙っていたことがあるの。私はヒッグスを撃たなかった。いえ、撃てなかったの。あいつに選ばせたの。しかビーチでの永遠の孤独かを。無理しなくていい。君は壊す人じゃない。私は壊れたものを集めて修復し、つなぎ直す。壊れ物を届ける。私はフラジャイル。私のとこ来ない。あなたが必要なの。この世界は壊れたままだ。何も変わっちゃいない。サム、壊れたものは直すことができるのよ。いや、俺は壊れたままだ。待って。あなたが繋いだのよ、たった一人で。この大陸は繋がった。しかし俺自身はどこにも繋がっていない。俺は死者と同じだ。それは洞窟であった時と変わらない。あなたはあの時とは違う。触れられることも触れることもできるようになった。そうでしょう。ずっとつながっていたものをなくした。イコール最後の配達だ。